アップデ直後に最初に使う武器はヤクルト。ラクトも弱体化されたんだよね。スペシャル必要ポイントが200から210ポイントに増えて、ミサイルが溜まりにくくなったと。おー、これって弱体化されてなくね。ラクトの塗り性能を考えたら、たかが10ポイント増えたくらいじゃ止まらんよ。まま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 まちゅう、ガチあさり、ガチあさり。まあまあ、いやいやいや、本日アップデが入ったんだけど、ツイッター軽く見た感じだとラグが体感できるレベルで良くなったらしいよ。通信環境も良くなって、神アップデじゃん。まあ、スクスロの壁貫通は結局治ってなかったらしいんだけど、まずはエイザーエイザーとスペシャル貯めちゃうよ。もう貯まる。ちょっと味方に待ってて。ちょっと味方には申し訳ないけど、僕はその間塗って一気にぶっ放していく。え、本当にこれ10ポイント変わったぐらいじゃん。変わんなくね、溜まるスピード。今まで通りよね。多分 0.1 秒か2秒ぐらいしか変わってないと思うんだけど。関係なくね、ミサイル。まずは2発目、2発目、3発目。じゃあ誰か巻き込まれねえから、4つ入ったぞ。4つ、ここら辺も細かく塗っていく。おお、入った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 。これエスパルス隊だからな、みんなどんどんと刺さってる。いやーね、気持ちがいいな、ラクトは。自分で縄張りバトルしてるだけでキルが取れっから、これ。まあ、多少はね、ちょっと前線塗っとこうか。前線もガチあさりもちゃんと取っておいて、やべやべ、あえて射程長いけど、味方のリッターとかに頑張ってもらおう。リッターって当たり判定どうなったかな。ラグが改善されたイコール、リッターの弾も当たりにくくなったっていうか、そういうのはある気がするんだけど、お、怖すぎ。これ、あとちょっとで弾まる、僕。よしよしよし。第4発目。いけいけいけ。やべ、乗ってくる。出発しません。あとちょっと、あとちょっと。おお、危ない危ない危ない。焦った。おお、味方強い、なんとか防衛できた。いや、これミサイル強い、やっぱ相手 の突撃のタイミングをごまかすから。よし、ガチアサリ溜まったんで、ここのガチアサリは大切にしていきたい。いや、塗る場所がなくなってきた。グリーンバックで投下できるぐらい塗り状況がいいんだけど。なんか映しとく。あとちょっとで、あとちょっとで。ラクトの立ち回りはどれだけスペシャルを多く貯めるかが勝負だから。あ、やべ、な、狙われた。あ、来ないで。あ、終わった終わった。見た、だ、だ、誰かこれ、保険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 。僕が塗る場所が増えてる。なんかありがてえ。相手の塗り状況なの、なんかありがてえわ。いや、その裏いるな。これ局者。当たんねえか。よー、チャージキープ。あ、うま。僕、うまくない？うまくない？うまくない？あ、いや。やっべ。すぐ調子に乗るとこれだ。ちょっとぐらいいい夢見させてくれよ。やば、入れられちゃった。リードされ、ごめん。逃がさない。もういいや、もうメインで戦おう。メインで。ずっちか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 。あ、もう直撃。たかんぽんって、はいよ、とっとと。やばい、母国語出ちゃった。ここら辺も一気に、あ、いやいや、普通に下手キャラコンが。ちょ、プラ実況者の中で一番下手なキャラコン。モザイクかけとこう、バレないように。よし、ミサイルを2人か、まあ、ロックカウント2、2人、2人ロックオンしたんだけど、当たんねえから、当たんだけど、まあでもアシストは言うて稼げてるから、アシストナンバーワンとミサイルナンバーワンと塗りナンバーワン全部いただけると思うんだけど、僕がこの戦場を支配していると言っても過言ではあるな。ここら辺のアサリもちゃんと回収。怖え、お味方強すぎる。チャージャーがめっちゃ塗る。これもね、塗り状況のお金なのかもしれない。あとちょっとね、カーチアサリも溜まった。飛びたい、これ飛びたい、入れたいな、僕も。あ、まあまあまあ、ここ慌てずに右から行こう、右から。テロップが相手のゴールに投げ入れろってめっちゃ焦らせてくるじゃん。そんな慌てた、怖え。今敵と目が一瞬あったな。合ってないか。自意識過剰だったのかもしれない。おぉ、ウルショが。うわ、射程が思ったより短い。これ。接近戦僕か絶対勝ちます、勝ちます。来てください来てください。あー、やっぱやめてください。うわ、カニさんどっちだ。壊せ壊せ壊せ。よし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 。ミサイルとダブルアタックで相手を一旦ね引かすっていう、こういう立ち回りもできると。味方ちょっとガチあさりも飛べるように手配してくれないかな、ヘリコプターみたいに。うー、これは右に逃げた方がいいと僕の感覚が言ってる。あぶねえ。崖の攻防、崖がにゃん。あ、強化されなかったダイナモくん、サラダバー。お、おまけ、おっしゃしゃしゃ。一気に3立てしちゃったよ。これが影響的。あ、ナイス、味方のビーコンが刺さってる地面に。この戦いを終わらせに来た。あ、ちょ、耳から外してない、ナイスで、カントリーだ。グダグダだけど、これがガチ当たり。いやー、ラクトやっぱ強えな。弱体化されたといっても戦い方変わってねえわ。今まで通りの戦い方で全然戦える。おー、やめて、ちょっと、引っかかるところだった。まあまあまあ、相手もね、ここから頑張って打開してこようというもんなら、僕もその間にミサイル貯めちゃおうかな。いや、もう、ここのキャラコンモザイクしてて、僕の編集。ふっ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 ふ。別に焦ってない。ギギ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 
怖いけど、よっしゃ、タイミングが完璧。さらに後ろから追撃、やべ、ミサイルでごまかせごまかせ、勝利のミサイル。あれ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 、ちょ待って、入れられてね、入れられてね、先輩かもしれない、先輩プレイヤーにはなりたくない。おぬまじゃん、勝った、大量だ。ノージロパーティー、修正入ってなくなくないか。害悪の極み。僕は戦わない。そうきました。後方支援に徹するわ。やっぱりね、無駄なキル、無駄な摂取はいけないと思うんだよね。イカの世界でも。だから僕はちょ、平和にね、平和に自軍塗って、平和に過ごしていくわ。誰とも戦わない。争いはいけないもんね。やっぱり、こうやって、あの頃の楽しかったスプラトゥーンの頃をみんな思い出してほしい。そんなガチまでね、殺伐とした、マナコに飢えたようなプレイングじゃなくて、こうやってね、あの時みたいに、誰とも争わず、こうやってね、楽しく笑顔で、スプラトゥーンをしてる。いけ、いろ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 、上から、よしよしよし、今だ、終わらせろ、すべて終わらせろ、足元に消えた、いや、無視でいい、ああ、これなんよな、みんな。ガチマッチは戦う場所じゃない、塗る場所、こうやって隅々まで塗ってって、おい、いらっしゃいませ、あ、危ない、ちょ、戦うとこやった、戦っちゃいけない、やっぱりね、ガチマッチでも戦う、これ死なない絶対。はい、神キャラコン逃げる。しゃ完全に敵の弾をかわしていった。これがラクトン生存率、もうスペシャルを注ぐことに命かけてから、あとちょっとで黙るぞ僕。ここら辺もクソ緑にしていけ、紫だった、色がわからない最近。ここら辺、これはちょっといい支援攻撃なんじゃない、角度がいい、角度が、ほらあー、これは僕、これ運ゲー、うん、僕が狙ったわけじゃないから、今のは運が悪かった、うん、僕も意図してキルしたわけじゃない、たまたまいい角度でミサイル、いいタイミングでミサイル撃っただけだから、僕は何もしていない、そう信じてほしい。そこいる、うー、これ威嚇射撃ね、キルしようと思ってない、これ威嚇射撃、僕ここにいるから気をつけてねって、あんまりねキルはちょっとね取りたくないんだけど、まあ、危ないキル入るか、あーよかったね、アシストキルじゃないから、あー徐々にここら辺も塗り固めていくよ。え、もう2000ポイントぐらい塗っちゃおうぜ。縄張りバトル。これガチマッチに見えるやん。実は縄張りバトル。縄張りバトルにガチアサリを入れるっていうモードが追加されたアルティメット縄張りバトル。よしOKOK。これ玉入れゲームだから。キルじゃない。縄張りみたいに塗ってて玉入れをするっていう。生き残った。うわ、ドリンクめ。うわ、やばい。僕の手が沈まれ。またやってしまった、僕のたたり神が自決するしかない。まあなんか飽きたな、この武器もずっとミサイル撃って塗ってるだけじゃん、マジで終わってる戦い方が陰湿、終わらせよう、もうこの戦いを、罪なきイカが、この武器みんな使うのやめよう、悪夢だよ悪夢、連勝できるから僕やめれないんだから、楽と楽すぎないか。これでまたキル入るから見ててよ、絶対入る、もう分かってきた、あ、入んなかった、今のはウォーミングアップ、次のミサイルが本命だから、相手の X とか逃げれないんじゃん、これ X 狙って撃とっかな。今こんな顔してる、画像置いとくわ。そういえば今日友達に実況バレかけたんよ、本当に危なっ。エイムとかの問題じゃない、もうひたすら塗るだけでいいから、これ、うん。回線切ったやん。